はい、こんにちは、物欲名古屋人です。今回ね、自転車のパーツを購入したのでね、交換してみたいと思います。こちらです、サドルです。私購入して純正のものをね、トレックのボントレガーというものかな、ちょっと分厚めのね、最初お尻が痛くてね、ロードバイク乗り始めた頃ね、クッション性の高い厚めのサドルを使っています。特に問題はねないんですけどね、もう少し軽いのに変えたらどうなのかなとね、ちょっと興味を持ってね、今回こちら購入してみました。いや、サドルほんといろんな種類ありますよね。サドルも沼になりそうな気がしますけれども、カーボンサドルといってカチカチだけれどもとても軽いねサドルもあって、ピンキリだなということでね、今回ね、こちらですね、シンクトップというとこの超軽量サドルというものね、買ってみました。どうかな、色はね白色、これまでブラックだったんですけれども、ちょっとこういったね白とか色をね入れてあげてというかね、白の色をね入れることで、ロードバイクのもうね完全に見た目重視ぐらいしかないんですけどね、ロードバイクの見た目良くなるか微妙になるか分かりませんけれども、交換してみたいと思います。こちらね、重さが 176g、 超軽量サドルというもので、とっても軽いですね。この表面はマイクロファイバー強化 PU レザーに、人工脂肪ゲルというものが入っていまして、完全にこれねカチカチっていうわけではなく、少しこう低反発な感じ、クッション性も少しだけある感じですね。そしてここはより滑らなくなってますね。なんか真ん中の中央の部分はこのように穴が開いてますので、大事な部分をね圧迫しないということにも配慮されたサドルのようですね。こんな感じです。横から見るとこんな感じ、ちょっとお尻がね上がっている感じですね。いや、サドルはね正直どれが自分に合うのかねよく分かりませんね。シンクトップとロゴがありまして、白なのでこれ汚れてくるかなと思いますけれども、1000円台からね2000円3000円、安めのものがねいっぱいアマゾンで出てますので、いろいろと試してみるのもね面白いかなと思います。高いのになりますとね2万3万のサドルという感じでね販売されていますけれども、やっぱり高いのはいいのかなと思うんですが、こういった価格帯のものをねいろいろ試してみるのも面白いかなと思っています。こちらこのように一体成形になっていてね、ネジがありませんって書いてました。確かにネジないですね。作りとしてはパッと見雑な点もなく、剥がれとかねなく綺麗に作られているかなと思います。耐久性に関してはよくわからないですけれども、こういったねロゴとかはねなんかすぐ擦れてきそうな気もしますけどね。しかしながら軽いな、これいいんじゃないでしょうか。ではねちょっと交換してみたいと思います。まず今ついているのがこのようなタイプですね。真ん中が少し穴開いてまして、だいぶ厚いクッションがあります。そして後ろにはねこのようにトピークのバッグをつけているというような感じです。サドル取り外しました。一番手前が今回購入したもの、そして真ん中が今までね使っていたものです。このように結構ね肉厚な形になっていまして、ここにはヒップバッグ装着するねアタッチメントがついています。これは移植いたします。こんな感じです。そして一番奥がこれ最初についていたものですね。このようにジャイアント純正のコンフォートフォワードというねこのようなサドル、こちらが純正です。重さを比較してみます。最初についていた純正のサドルが 300g ぴったりです。続いてこれまで装着していたトレックのボントレガーというのが 300g 340なんか不安定ですね、 330g と出てますね。このぐらいの重さです。そして今回購入したサドルが 160g と出てますね。これ本当かな、ちょっと普通のキッチンばかりで測ってみます。再度やり直しです。キッチンスケールでこちら今使っていたトレックが 348g ですね。そして最初についていたジャイアントが 294g、 持ち上げるタイプの測りね結構多そうですね、 294g。 そして今回購入したサドルが 177g。 おお、Amazon のページでは 176g って書いてあったので、誤差の範囲でしょう。このようにね圧倒的な軽さが特徴です。まずこのようにトピークのヒップバックのマウント取り付けいたします。レールが短いのでねちゃんと本体に装着できるかちょっと不安です。位置調整をしていますけれども、こんな感じでねトピークのマウントつけるとねほとんどねこの調整しろがないですね。もう前後に
全然動かせない、もう1センチぐらいしかね変えることができなさそうですね。あとはね実際乗ってみて少し、現地というか外でね微調整したいと思います。こんな感じです。どうでしょう、かっこよくなりましたか、どうでしょうか。これだいぶねサドル小さくなりましたね。こちらこのような感じ、だいぶね白が浮いておりますね。どうでしょうか、緑色のねサドルが欲しかったんですけどなかなかなくてね、このような感じ。もっとなんか派手にしてもいいかなと思うんですけどね、ちょっとホイールもねロゴが入ってるバージョンにすればよかったかなとかいろいろ思うことありますけれども、まあこういったねカスタマイズっていうのもロードバイクの楽しいところですね。では固定いたします。締め付けはねトルクレンチで11から12ニュートンって書いてありましたので、だいたい 11.6 とかに合わせて締め付けたいと思います。ということでサドル交換完了いたしました。こんな感じでね装着いたしました。まだね走ってないのでどんな感じか分かりませんけれども、だいぶね小さくなりましたね。こんな感じで締め付けて完了です。だいたいね水平になるように装着していますけれども、細かくはね走りながら少し六角で調整して帰ってきてからねトルクレンチでしっかりと規定まで締めたいと思います。ではこの後乗った感想をちょっと差し込んで終わりたいと思います。いやお尻がねちょっと軽すぎて硬すぎて痛いですって言うかな、どうでしょうね。では乗ってきます。ということで新調したサドルで少し走ってみましたけれども、感想としてはね、結構良いですね。お尻痛くなるかと思ったんですけれども、クッション性も、若干ですけどねあって、そこまでもうカーボンサドルのガチガチ感はありませんので、思ったよりはねお尻痛くないという、全く痛くないですね。こちらねクッションというか厚みがね少し薄くなりましたので、その分ね、高さが低くなりました。ですので今ね若干シートポストを少し上げてね微調整しながら、乗っています。あとはね前後の調整はもう少しね冷たいなというふうに思いますけれども、軽くなってねそれほど乗り心地変わらず、逆にねふかふかではなくなりましたので、力が入ると言いますかね、しっかりと座れている感じがあります。最初少し高さが低くなってしまった時は腰が少し痛くなりましたけれども、高さ調整することでねそれも良くなりましたので、あと前後調整したいなと思います。今回同時にねホイールも中華カーボンに変えてます。このような感じになりましたね。こうやってねベースをいろいろとパーツとかカスタマイズして自分のロードバイクにできるっていうのはね本当楽しみですね。もうなんか全然走るの全く速くない私ですけれども、こうやってね格好だけはいろいろと変えて楽しめるのがね面白さの一つじゃないかなと思います。ちょっとね今日はね最高気温38度ということで、名古屋もうやばいので帰りたいと思いますけれども、皆さんも熱中症に注意しながらね自転車楽しんでいただければなと思います。今回こんなね色どうですかね、ちょっと白微妙な感じもしますけどね、当面このサドル乗って自転車楽しみたいと思います。ではポケモン GO をして入りたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。